はい、しおみんです。今亀岡に来ております。今からですねレンタカーの改装を始めたいと思います。今がですね1時30分ぐらいなんですが、昼ご飯食べてないんで昼ご飯食べてから、車の方をですねピックアップしたいと思っております。それでは、はい、1軒目はね2時間半ぐらいかかって高速でですね、亀岡から、和歌山県の岩出っていうところまでですね改装してまいりました。今 JR 岩出駅の方に歩いておりまして、ここから、関空か臨空かどっちか分かんないですけど、一応指示は、関西空港になっておりますの方に車を引き取りに行きたいと思ってます。今から電車移動です。それでは、はい、電車に乗ってね、JR 岩出からですねここ JR の臨空タウン駅です。今6時10分ぐらいなので、2時間弱ぐらいかかって、電車の移動を行いました。じゃあ、今からこれ、車の方をピックアップしに行きたいと思います。それでは、はい、晩ご飯食べようと思ってこちら来ました。これですね、石和田食堂さん、こちらで晩ご飯食べたいと思ってます。だいたい全日程が来ました。今からですね新大阪に車を納車して、大阪から車を取って亀岡に行って、亀岡から、車を取ってですね亀岡から、小松空港まで行ってですね、小松空港からですね電車乗って京都まで帰ってこいというようなお話です。最後は新大阪で終わる予定になっております。ということで、まだまだ先が長いので、とりあえず出発したいと思います。では行ってきます。新御堂が工事渋滞です。全然進まない。はい、江坂から車ピックアップしました。新大阪に納車するときに新御堂が混んでてですね、ちょっと予定よりそうですね30分ぐらい遅いっていう感じですかね。今からですね江坂でピックアップした車をですね、亀岡の方に持っていきたいと思います。それ、亀岡でですねまた、車ピックアップして、今度は小松空港までですね、朝方までに持っていきたいと思ってます。それでは、先ほど江坂から持ってきた車を亀岡の方に納車しました。でですねこのアクシオ君をですね今度小松空港まで持っていきます。もう今ですね夜の12時20分ぐらいです。どっかで仮眠を取りながら改装してみたいと思います。それでは行ってきます。はい、今夜中の2時なんですが、ここまだ滋賀県の牧野高原あたりです。まだ80キロぐらいしか走ってなくて、あと130ぐらいは残ってるかなと思ってる感じです。とりあえず 1,2 時間ぐらいですね、ちょっと車の中で仮眠を取りたいと思っております。席も出てきました。ちょ
ちょっと寝たいと思います。朝起きてから運転します。それでは。はい、おはようございます。今朝の3時49分です。寝始めてから1時間半ぐらい仮眠を取りました。まだちょっと寝たらないところがありますが、まだ距離も残ってるんで、どこまでか走りたいと思ってます。また眠たくなったら、どこから仮眠取ると思います。それで行ってきます。はい、先ほどから1時間弱を走って、今4時37分です。目的地まであと74キロなので、若干、余裕がありますので、とりあえず1時間ぐらい、睡眠取りたいと思います。じゃあ寝ます。おはようございます。すっかり朝になってしまってます。今、朝の6時23分ぐらいです。あと74キロでゴールというところまで来てます。とりあえず朝になったんで、ちょっと風景などを映してですね、しばらくしたらスタートしたいと思います。おはようございます。朝お腹が空いたんで、ちょっと朝マックに寄っていこうと思ってます。今7時7分ですね。それでは行ってまいります。今小松空港からですね、バスでこっち側の小松駅まで、来ました。今から時間見てサンダーバードで京都に向かおうと思ってます。それでは行ってきます。